にかくああいうハイパワー車で走ったことがなかったので、まあ、やってみないと何とも言えないなっていう。まあ、意外とできるなっていう。ドリフト自体は容易にできたので、ちゃんと自分の滑らせたいところから滑るっていうところがポイントなので、やっぱりグリップ力、そういった接地感、そういったところがやっぱり重要になってきますね。とにかく前に進む、曲がる、そういったところは全く、まあ、想像通り。やはりブレーキですね、ブレーキのその精度、そういったところがすごくタイヤと、このミューの低い雪の上ですごく威力を発揮して、よく止まるなっていう印象でしたね。除雪車の周りをぐるぐる回るシーンであったりとか、まあ、あとは自分の中ではそのすごく雪のしぶきを上げる、一番の迫力のあるシーン、思いっきりもう角度をつけてスピードを出してっていうような走りができたときはすごく楽しかったですね。まあ、自分も雪国に11年ぐらい生活していたんですけども、やっぱり4WD の車と違って、ああいう後輪駆動の車、上り坂とかそういう段差のところでこうスタックしやすいんですよね。タイヤの性能がやっぱりすごく重要になってくるので、まあ、そういった意味でもすごい安心感をすごい今回の撮影で感じることができましたね。